どうも、なめこのぼっち旅、りょんたんです。スペイン旅行の方も4日目に突入しましたということで、早速、紹介の方していきたいと思います。まず朝ですね、6時過ぎに起きまして、こんな感じでね、近くにありますチョコラテリアサンヒデスというお店でチュロスを食べてきましたと、ね、チュロスと聞くとね、やっぱディズニーのあのね、長細いぶっといやつ、長細いやつをね、イメージするんですけども、こちらの方は本場なのかなということで、カフェにね、行ってきました。値段の方がね、長細いチュロス6本と、あとホットチョコレート、これのセットで 4.2 ユーロだったと思います。大体まあ500円ぐらいですね。はい、でも確か6本のはずなんですけど、なぜか僕の方はね、おまけなのか、それともちょっと短いからなのかわかんないですけど、8本もねくれましたということで、こんな感じでね、ホットチョコレートにこうつけて、食べます。味の方はね、当然ね、甘くて美味しいということで、美味しくね、朝食の方いただきました。ただ量が多いんでね、正直後半飽きてきますといったことで、もしね2人以上で行くんでしたら、1人前をね2人でシェアするが一番いいかなと思います。味がねちょっとやっぱ変化がないんで、どうしてもねちょっと後半飽きてきますね。あとまた残ったね、ホットチョコレートを飲むのも美味しいかなと思ってたんですけど、結構ねドロドロ濃いっていうんですかね、てっきりね液体のようなあのサラサラしたホットチョコレートかな思ったらね、ほんまになんかチョコレートを溶かしたぐらいのドロドロ感がありましたんで、飲むことは無理でしたね、あまりにも濃すぎて。はい、続いてやってきましたのが朝食会場2軒目ということで、同じくマドリードの中にありますムセオデルハモンというお店にやってきました。ハムの博物館と言われるね、名前のバルになるんですかねといったことで、これのお店はね結構チェーン店的な感じで、マドリードの中にも何店かあるようなお店です。でこんな感じでね、結構もう天井の至るところからハムのね、いわゆる原木ねがぶら下がっていまして、もうハムハムハムばっかりのお店です。でメニューもこんな感じでたくさんね、いろんな種類がありまして、でハム自体はね結構お安くいろんな種類をいただくことができます。で今回僕が何しに行ったかというとね、当然ハムを食べに行きましたと。で僕もそんなにね詳しくなかったんですけど、いろいろ調べますと、ハムにもねいろんな種類が、いろんなグレードがあるんです。で一番普通の一番安いというかベタなやつがハモンセラーノと言います。でその次に高級なのがハモンイベリコ、ね、イベリコってよく聞きますよね、イベリコ豚、イベリコ豚ね。で今回食べたのが一番高級、最も高級のやつね、どんぐりの実だけを食べたイベリコ豚から作ったで、名前がハモンイベリコベジョータというね、これが一番ちょっと高級らしくて、どうしてもねこれをちょっと一口食べたいなってことで行ってきました。そしてこれが注文しましたハモンイベリコベジョータです。値段の方がね17ユーロほどで、だいたい2200円ほどでしたね、この一皿で、ね、こんな感じでねすごい赤みがかって時折白いね油身の混ざるね、もう美しい、もう絵的にね美しいお肉となります。で味の方はね、当然美味しい、ね、噛めば噛むほど口の中にねジュワーっとこうね油感、旨味の美味しい脂身がねこう広がっていって、なかなかね消えないっていうんですかね、美味しいもんって結構ね口の中入れてなんかすぐね味ってこう消えちゃうような感じですけど、飲み込んだらね、ハムってやっぱ噛めば噛むほどだんだんと味が出てきますんで、そのハムの旨味をね長い間楽しむことができました。はい、ただね、これもどの料理も全てそうなんですけど、とりあえず料理がね量が多い、一人前ではね量が多いと、一口二口食べられればよかったんですけど、正直こんなに一皿もねいらんよっていう量でしたね。であとはね、これを日本で食べるとやっぱ相当高いんですかね、こっちで2000円やったんで、日本で食べよう思ったら倍の4000とか5000とか下手したら1万ぐらいするんでしょうかね。続いて注文したのがこんな感じで生ハムメロンです。昔以前食べた時には、生ハムとメロンはそれぞれね別々に食べた方がいいと、
思ったこともあるんですけど、まあ何度かね、なんか食べていくと結構ほんま合いますね。うん、甘いねメロンの実と一緒に塩辛いね生ハム食べることで口の中でこうなんかね幸せになれる、そんな感じの味でした。であと一緒に今回はワイン、赤ワインとオレンジジュースを飲んでたんですけども、ちょっとオレンジジュースもね結構おすすめですね。ここなも新鮮なねオレンジをそのままギュッと、その場で絞った生搾りのオレンジジュースですね。こちらも確か 1.5 ユーロほどだったと思うんで、200円ほどですかね、という形で、このお店自体はね、まあ、当然肉高い肉を食べたんでお金たくさん必要でしたけども、結構ねこのお店は手軽にお安くね生ハムをいろんな種類ね食べることができるってことで、結構ねおすすめのお店となります。続いてやってきましたのがこちら、ココアサンパカという、まあ、チョコレートのお店ですね。なんかねイギリス王室御用達のそういったデザートというか、まあ、チョコレートのお店らしくて、今回ね職場とか、まあ、周り近所とかですかね、親戚関係に今ばらまくようなねチョコレートをねお土産にここで買いました。どうしてもこう旅行でねめんどくさいのが、やっぱりこうお土産をね、ばらまき用のお土産を用意するタイミングなんですけど、ちょっと観光本とか情報見てたらね、まあ、近くにあったのと結構ねあのおすすめ的な感じで書かれてたんで、まあ、こちらのお店で買いましたと。でこのお店は東京の方にも結構進出、日本にも進出してて、でこっちでね買うたら1粒130円するんです。まあそれでもチョコにしちゃ高いなと思うんですけども、これがね日本で買うと1粒500円ぐらい、500円以上はするらしいんですね。ってことでね、素晴らしいお土産を買えたかなと思ってます。はい、職場の、ね皆さんに配るときはね、どうぞ1粒500円のチョコレートジュース言うてね配ろうかなと思ってます。そしてホテルに戻りまして、無料のね朝食をいただきます。ね、朝食何回食べとんねんって話なんですけど、まあねどうせ料金に含まれてるならってことでね、ホテルでも朝食をいただきました。まあ、こんな感じの軽めのね、まあ、パンと、コーヒーといった感じです。以上でマドリードの観光は終了ということで、次の拠点コルドバに移動しますと。事前にね2ヶ月前に移動の手段の予約はしておりまして、今回はスペイン版新幹線、ね、レンフェという会社の AVE アベで一気にねコルドバまで移動します。まあ、こんな感じの、ね、新幹線ずらーっと並ぶんですけど、マドリードアトーチャ駅に移動しまして、このようなね新幹線の、まあ、同じタイプですね、だいたい300キロで爆走するんかな、でコルドバに移動しましたと。運賃の方がね、運賃とか距離なんですけど、だいたい5、600キロですね、離れておりまして、コルドバまで。これをだいたいね、1時間40分、まあだいたい2時間ぐらいで結んでおります。で、車両の方も2ヶ月前に買ったんですけど、1等席。それでだいたい7500円ぐらいしましたね。まあ、新幹線と比べると本当安いですね。やっぱね、こういった海外の鉄道についてはね、ほんま、事前購入がもうほんまにお得ですね。揺れとか振動なんですけども、まあ、これも日本のね新幹線に引きを取らないぐらい快適で静かで揺れも少なかったですね。動力のね方式は、日本はまあ動力ね分散方式、それぞれの車両にモーターがついてて、全ての車両が走ってるような形なんですけども、まあ、こちらの方は前後に機関車を配置して、その間に客車を挟むような形の、まあ、動力集中方式なんで、まあ当然っちゃ当然なんですけども、まあまあね、まあ、快適な、乗り心地でした。やっぱね鉄道の旅っていいですよね。まあ、当然ね飛行機とか船もねそれはそれで楽しいんですけど、やっぱね鉄道は手軽に身近に利用できるんで、やっぱねこうそういった分もいいですね。そういった面でもいいですね。ただねちょっと車窓がねちょっと面白みに欠けてたといった感じで、まあこんな感じでねひたすら、ね、山と平原と草原が延々と続きます。鉄道の旅ってね結構そういったところも走れば街中を走ったりしてね、停車駅とかで街中が映ったりするんですけど、まあ、今回のマドリードからコルドバまでについてはね、ほんまにね街にほぼ寄ることがなかったと思います。
なんでひたすらねちょっと映像的には車掌をね、ずっと撮ってたんですけども、ちょっと絵的にはね味気のないなんかこう走行風景だったかなと思います。そして今回一等席を利用しましたんで、こんな感じでね機内食みたいな感じで食事が用意されます。しかも飲み物もねついてまして、まあ、ソフトドリンク以外にもアルコール系もね無料でいただけますので、まあ、最初はねフランスのシャンパンになるのかな、カバというやつをねいただきました。で2杯目は白ワインを頼んだつもりがなぜか赤ワインだったんですけど、まあワインということで、結構アルコールもね頼み放題なんで結構ね、お得ですね。でまあ食べ物の方はね料理の方はこんな感じで、メインは豚肉と豆をなんか煮たやつで、あとサラダと、あとねちょっと謎の白いお米のような甘いような物体がついてきました。なんじゃこれ思ってね、味としてはね酒粕で甘酒みたいな感じの味だったんですけども、結局後でなんだかんだツイッター等で教えてもらったんですけども、まあ、トルコ、スペインの方のね、まあ、有名なデザートらしいですね。ミルク煮らしいですね、お米のミルク煮とかなんかそんな感じだそうです。そんなこんなでコルドバに到着しまして、まずはねホテルにチェックインしました。部屋はねこんな感じで1泊5300円ほどなんですけど、すっごいね綺麗でしたね。まあ部屋の広さはね、まあ、言うほどでもないんですけど、もう美しさもう部屋のね綺麗さがすごかったね。これはもうほんま快適なね、まあ、あの睡眠をなんか約束してそうな感じの、まあ、ホテルでした。で荷物置いた後ね実際コルドバの街を見て回ったんですけど、まあ、今回はねちょっと時間が遅かったんで、そういった入場施設系はね、特に回ることなく外側だけを眺めております。まあ、こんな感じでね真っ昼間って感じがするんですけど、まあ、これでも夕方の4時5時ぐらいですねの景色となります。こんな感じでほんまにねいろんなところもいい景色ばっかりでしたね。でこんな感じで夕日をねちょっと狙いながらタイムラプス撮影しながら、YouTube ライブの方をしながらねなんかこう夕日を眺めておりましたと。この時間帯ね日中はね着いた直後はねなんか20度ぐらい気温があってね暑かったんですけど、やっぱね日が沈むと一気に寒くなってね5度とか6度とか一気に寒くなりました。でライトアップとかもね順次されていってね、美しい、実に美しい街というかね、といったところでした。治安についてですけども、まあ、マドリードと同様ね今のところねそんなに危ないなといった感じは一切しませんでしたね。まあ、コルドバどっちかというと地方都市的な位置づけになるんで、やっぱりこう路地裏とか、まあ、そういったところはまあ危険かもしれないんですけど、まあ、今回結構ねちょっと試しにというかちょっとそういったところも歩いてみましたけど、やっぱどこ行ってもね観光客が多くて、そういったほんまね治安が危ないという印象は一切なかったですね。はい、まあ、当然ね、ある一定の警戒はね必要かと思うんですけど、まあ、ほんまいわゆるねスペイン危険、路地裏危険といったねそういう情報感じは一切なかったですね。そして夕食です。今回はね日本語メニューがあるというサリーナスというねお店の方に入りました。で注文したのがトマトをベースにしたサルモレホというね冷製スープと、あとオスの牛の尻尾のシチューということで、ラポデトロですね、こちらの方をいただきました。トマトの冷製スープの方はねてっきりねなんて言うんでしょう、ほんまの液体、べちゃべちゃの液体系かなと思ってたんですけど、なんかねふんわりとしたスープといったことで、ちょっとこんな初めて食べた食感やなって感じだったんですけども、まあとても美味しかったですね。ちょっとまあ、あのなんて言うんでしょう、表現しづらい、伝わるかどうかわからないですけど、トマトの風味にプラスミックスジュースね、いろんなフルーツをミキサーでシュクシュクってする時のあのミックスジュースの後味というか風味に似てる、決して甘いんではないんですけども、トマト風味のミックスジュース、ただ甘さは抜いた版みたいな、そんな味でした。はい、伝わりにくいと思いますけど、はい。であとはまあスープなんですけども、豚肉っていうんですかね、サラミのぶつ切りがねかなり入ってたんで、スープと言いつつも、まあ、肉料理的なね感じの料理でした。ただ量が多いんでやっぱり後半飽きます。
はい、そしてメインが先ほど言いました尻尾のシチューということで、まあ、先ほどのねスープと今回もそうなんですが両方ともコルドバ名物だそうです。はい、で、まあ、味の方はね当然美味しくて、まあ、料理としてはねビーフシチューみたいな感じですね。尻尾をもうねぶつ切りにしてそれをね鍋でこうコトコトじっくりと煮込んだような感じで、もうね尻尾の骨の周りにこう肉がねくっついてるんですけども、ほろほろにねもう煮込まれてるような感じで、とってもね美味しいです。これはねほんまビーフシチューですね。お値段の方はこちらにサングリア、ね、飲み物でサングリアプラスしまして合計で20ユーロほど、2600円ぐらいでしたね。はい、美味しくねコルドバ料理を堪能することができましたと。そして最後にこんな感じでね夜のコルドバの街を歩いてホテルに戻って終わりといった形でした。はい、ということでまあこんな感じのね旅行4日目でした。はい、以上です。